ということで前回に引き続きウミガメのスープ黒休憩5を、配信してまいろうと思います。さあもう皆さん戻ってこれ繋がってますね。皆さん戻ってきておりますかな。うん、あトロお早い。いいよ。他の2名はいや知らん。えあれいるの。あはい、もしもし。おお、はい、お待たせいたしました。はい、よかったよかった。あ、失礼いたしました。よそそ長いな。安間さん。はい。あ、いいだ、よかったよかった。うん、もうよい。ちょっと待ってくださいね。何してるんだ。ちょっと頭をね、うん、洗ってしまいましたので、うん、はい、髪はまだちょっと濡れております。あ、いいよいいよ。大丈夫、風邪ひかんか。大丈夫ですね。はい、はい。あ、よいか、よしよし。はい、あの、わし、はい、風呂入ってくるって言って、はい、親子コードやったよ。何してるんですか。ワンクッチャ入れんかった。何してこう、お風呂休憩って。わしずっと変身してたんですよ、この間。どの一人やったんですか、親子コード。そう、みんなお風呂入ってくる。いや、お風呂入ってくる。ちょっとだけやっていこうかなと思ったら終わらなかった。もうダメです、もう時間切れです。はい、じゃあ、引き続きウミガメのスープの方やっていきたいと思います。はい、よ、題名、駄菓子屋で流した涙。素敵だなぁ。素敵なタイトルやもん。ストーリーがありそうなんですね。ある男がとある駄菓子屋を訪れた。陳列棚の隙間に小さな鏡があるのを見つけた。彼は店主にこう尋ねた。この鏡は古いものですか？店主は答えた。ああ、かれこれ20年以上置いているよ。その答えを聞いた男は泣き崩れた。一体なぜ？無視ですか？確かに。終わったんですね、今ので。はい。聞いておりましたか、皆様。聞いてしまいました。いや、そんなにわし、牢獄家じゃないから。ちょっと涙できる部分が、どこにあるのかなと。いや、だからそれを探してほしい。涙できる部分を皆さんが探すというゲームですから。その鏡は思い出の品ですか？いいえ。思い出の品でもない。はい。なのに泣いた？はい。自律神経がおかしい。違います。違います。違いますよ。はい。はい。誰が出てきましたっけ？男と駄菓子屋の店主。さようさよう。なるほど。はいはいはい。なんじゃ。男は、うん、大人ですか？はい。男は鏡を使って何かしましたか？いいえ。コンタクト入れ間違えて。いいえ。もう一回読もうか。はい、うん、はい。ある男がとある駄菓子屋を訪れた。10年以上は置いているよ。その答えを聞いた男は泣き崩れた。どうしました？何ですか？泣き崩れた。一体なぜ？その男は、はい。店主のその言葉の内容によって泣いた。はい。鏡は関係ある？はい。鏡は売り物ですか？わかりません。思い出の品ではない。はい。店主の思い出の品でもない。はい。それ以外登場人物は出てくる？いいえ。その鏡に映っているのは、男ですか？はい。鏡は古いことは関係がある。はい。田中つ寝た？はい。あ、起きてる？おはようございます。おはようございます。風呂入って。寝てたの？眠かったんだろ、体温まった。ちょっとね、体がポカポカしてしまいました。おい。あ、良いですか質問を。今、そういう時間だよ。何だい？失礼いたしました。何だい？質問オーバー。うん。その、男性。ちょっと待ってね。ボリボリ聞こえるな。ちょっと今、質問よりもボリボリが気になってごめんな。私も聞こえました。トノですね。ございません。トノまたカリッと食べてますね。頭どうも回客人。お客人の方の男性は、うん、老け込んでますか？老け込んではいないかな。いいえ。その男性は中年ですか？中年です。中年？中年ってあれじゃないですけど。老人？違います。少年？少年ではないですね。青年？
青年。はい。青年。なぜ泣いたんでしょうね。そうそう。それが答えだね。でも。なぜ泣いたの？なぜ泣いたのか。今それを見ないと流すの。あ、何を一歩目みたいな言い方か。それがゴールなんだよ。だまし屋っての関係ありますか？はい。はい。お、安政。そのお客人の男性は、うん、子供の頃にもその駄菓子屋によく行っていましたか？はい。なんで急にそんなことが聞いた？すごいな。あ、いい質問なの？大事な質問です。あ、でも思い出の品じゃないんだよな。はい。ほう。は？思い出の品じゃない。でも、いい質問。その男性は、はあ、あ、ちょっと待って。質問変えるわ。その鏡は当時、その少年が言ってた時もありましたか？はい。その男性は、当時会ったことを覚えてますか？いいえ。覚えてない。え？その男性は、これ覚えてねえんすよ。その男性は、あれよ。記憶喪失になってて、ほう。街に帰ってきて、はいはい。で、ここもしかして僕の思い出の場所だったんかな。あ、この鏡、ちょっと古そうや。僕の当時ね、あったんかな。で、なんか聞いたらそうやで言うから思い出やんって泣いた。全然違うぜ。いいえ。思い出じゃないぞ。その鏡自体は、ね、だからなんで何故ちょっと関西弁なんですか。西の国のことが書いてある。全然違うよ。西の高校生探偵。今までの2問とは比べ物にならない問題に悪戦苦闘するさ。見当外れの質問で時間だけが過ぎていく。その時、あの男がついに進化を発揮する。次回、オンラインウミガメの巣、苦悩の先は、ついに決着。すげー！どういうことだ？最後までの閲覧、誠に大義である。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。僕らはイエーイ、さらば。